はい、皆さん、あのよろししくお願いいたします、えー、皆さん聞こえてますかはい、はいじゃあ、聞こえてますね。じゃあ、第一部の方を始めさせていただきたいと思います、えー。ちょっとね、余計なアニメを作ったんでね、ちょっとご覧ください。はい、こんな感じです。 でえー、皆さんご存知だと思いますけれども練馬つながるフェスタというのは、えー、平成29年よりスタート練馬区内の地域活動団体同士や団体と区民をつなげて応援するフェスタですね、えー、でこの練馬つながるフェスタオンラインというのは、えーまあ、今回の新コロナ感染症の、まあ、大騒ぎがありましたよね、えー、で私もお互い様の会の定例会がちょっと中止になったりとかして まあ、人とのつながりをベースにする地域活動団体というのは、まあ、ちょっと試練を受けているのかなと思います。えー、しかしその経験を超えてね、えー、時間や場所に束縛されないオンラインで、まあ、こういったみんなが集まれるイベントができたらいいなと思ってこの練馬つながるフェスタオンラインを作りました。で相性はねあの私が提唱してるだけかもしれないですけどツナラインと呼んでください。えー 1> 第1部、先ほどお伝えしたみたいにインプットの時間として地域活動団体によるあの活動内容の発表をしていきたいと思います。えー、第1部の司会としては私、練馬つな長るフェスタ実行委員長、前練馬つな長るフェスタ実行委員長、お互い様の会の司官が務めます。えー、今回の登壇者は、えー、最初には私、司官がお話しさせていただきます。えー、私はミニケアホームキミさんという介護施設の管理者。 でお互い様の会というものを所属しております、えー、タイトルとした認知症と知識の関わり、えー、お互い様の会の活動についてで2番目に青木さん先ほどの青木さんですね一般社団法人コード4リマ代表理事イベントスペース練馬ベース管理に、えー、ここがいいですね共に考え勝手に作る <laughs> IT を活用して地域課題に取り組むという題を話していただきますで3人目大森あずささん NPO 障害 NPO 法人障害者の学びを保障する会代表理事、モアタイムネリマ &ILDK 運営で、この中で課されたミッション、えー、知的障害のある方た人たちとの、えー、学びと居場所をどう守るのかというお題を、えー、お話しいただきます。はい、この3人でございます。<music> ここだけ音つけてみました。<laughs> でえー、じゃあ、このまま、ね、私の発表に移っていきますね。じゃあ少々、少々お待ちください。見えますか、皆さん。ご覧になれる なんかね、今ね、ね、今ちょっと、ね、画面共有が開始しましたになっているだけですね。ははいはい、はいえっと、よいしょこれは大丈夫 okay. ?OK です。Okay、ですはーい、えー、私は、えー、ここに書いてあるお互い様の会というものを主催しております。えーまあ、お互い様は何がお互い様かというと、まあ、認知症はお互い様という認知症に関わる団体です。 で私自身はグループホームというところに勤めています。まあ一言で言えば認知症のお持ちの人が介護を受けながらシェアハウスに住んでいるというイメージですね。で実際はこんな感じです。一軒家を、まあ、介護施設として使,うあの使わせていただいています。で武蔵関というところに、まあ、21年目ですね。 えー、本当に商店街の方にはとても仲良くしていただいておお買いいい物とかも一緒に行っててただいておりますで、えー、勤務10年を超えて思うことというのは、まあ、他人ごとか自分ごと、えーまあ、何が自分ごとかというと私自身もいつか認知症になる存在だというのが自分ごとですねでそうした私自身認知症になった居場所があるのかないのかというのをすごく考えています。 でまあ、居場所があるとしたらそれがどういうふうに未来へつながっていくのかっていうのを考えています。で、それがお互い様の会のスタートラインになってますね。で、他人ごとか自分ごとというという、まあ、ご存知かもしれないですけど、ちょっと古いデータですが、練馬区では人口72万の頃ですね、えー、にはもうすでに2万4千人あ人認知症の方がおられる。 でえー、認知症一歩手前と言われる MCI と言われる軽度認知障害の人も2万人いらっしゃると言われていますなのでとても身近な存在にはなっていると思いますで現在認知症には確実な治療法とか予防法っていうのは見つかってないんですねということは世の中には2種類の人しかいないんですねすでに認知症を持つ人とこれから認知症になる人2種類しかいないだからみんなが当事者だという意識を あの持って行きたいなと思っていますで、自分ごととして考えるときにはまあ、認知症になった私の居場所があるのかというところで、えー、住み慣れたこの町練馬が居場所であってほしいという意識を持っていますただあの皆さんねニュースとかでご覧になっていると思いますが認知症の人が外と関わると何が起こるのかというとまあ、こういったことが起こると言われています認知症の行方不明者が1万人を超えているとかね まあいいろんな問題が出てきてきるとただ、なぜそれでも地域に出ていかなければいけないのか認知症の人が私たちもともに、えー、そ地域に出ていかなければならないのかというと、まあ、一つは地域と切り離され,い離されないというのが、まあ、ある意味、一つの人権であるということですね。でえー、季節人生の流れを楽しむで まあ認知症の人が外に出ることによってその認知症の人たちがつながりを作ってお互い様の町を作っていくという意識でいます。で、これ、うちの,あのホームの様子ですね。今回はうちのホームの紹介ではないので、パッパと <laughs> 見ていただきます。まあ、こんな感じでね、地域に出て行って、えー、活動しています。これ、お祭りの様子ですね。まあ、こんな感じです。えー、一応あの写っている皆さんにはあの のの許可いいただいてますのでご安心くださいでこんな感じで季節も楽しむことも大事でこのベンチが一つあるっていうのもとても大事なんですよねこれは商店街の皆さんが作ってくださったベンチなんですけれどもうちの入居者さんが買い物途中でこうやってひと休みをしたりここにねちょうど子どもたちが座って遊んでいたりとかベビーカーをしてるママさんが座っていたりもしますまあひと休みできる街っていうのはとても大切だなと私は思う。ます。 でこれは病院の中のお祭りですね、えー、障,害者障害者団体が作られている、まあ、商品をこうやって、ね、買っているところですね。でこれも、えー、品川プリンスに遊びに行ったときですかね、品川プリンスに遊びに行くと、品川プリンスさんはすごく撫、ね、でてらっしゃるんですよね、あの車椅子でお越しだったらここで一時休憩すると、歩調が合わない人もここで合わせられますよとか。 でその後こっちの入り口から出て入れば大丈夫ですよというのをこう品川プリンスさんがよく知ってらっしゃるそれは品川プリンスさんが長い間をかけてやっぱり障害のかお持ちの方の対応を重ねてきたことかなそれと同じで認知症をお持ちの方が外に出ていって経験を皆さんが経験を共有していくことで住みやすい町になっていくのではないかと私は思っていますでこういった問題も本来認知症の人に優しい町は 誰にとっても優しい街になるはずと思っていてそこでお互い様の会転いうのを作りましたでお互い様の街に必要なものはつながり顔の見える関係、えー、情報を共有すること、えー、交流の場作りというのはとても大事にしています例えばお互いを知るということに関してはこうやって定例化をしていますね えー、民生委員さんとか、まあ、医療機関の相談員とか、まあ、いろんな方をお呼びしながらこうお互い様の会の定例会をしています。これはあのロボットですね、介護ロボットであの声を出したりね、救急救急泣いたりするんですけど、みんなでそれを見ている。で、これは薬剤師さんですね。今薬局が地域にととてても出いいくっていうことを 大切にしているので、まあ、薬局の皆さんにも来ていただいて、えー、私たちもそれを学んでいるところです。でこれは皆さんね、ご存知かもしれないですけど宅配弁当、宅食というものですね、えー、まあ、いろんな形式があります刻みの形式とかや柔,柔らかい食事とかこういったものをこう配っている。で愚痴を言ってもいいじゃないということでまあこういうものもやっています介護たまり場こぼす。愚痴をこぼすのこぼすですね。えー まあ、これは、えー、大泉学園にあるチャコハウスさんっで、こんな感じであの、介護職とか相談員とかが愚痴を言うという、あのとても後ろ向きな会をやっています。で、えー、お互い様マップというものも作りました。つながりを見える形にするということで、えー、こんなマップを作ってみました。で、例えばここにね、ちょっと画像が荒いですけども、 気まわりの会さんという、まあ、認知症を支える在宅介護を支える家族の会、えー、関町の団体なんですけれどもこういった情報をこのマップにたくさん載せていますでこんなに認知症の人を支える団体があるんですよということをお見せしているという感じですねこれはちょうど私の事業所がある関町の、えー、マップですねであとはつながるフェスタではまあこれ <laughs> 懐かしの第1回の <laughs> つながるフェスタの様子なんですけれども で私もすごく痩せてると思うんですけれども、こんな感じで映っています。で、この時にはね、カフェのところでこう講座を、講義をやったりとかしていますね。で、えー、まあ、幸いにもこうやってずっと開催させていただいて、これなんか、もしもあなたが嫁一年だとしたらどうしますかというゲームがありまして、それをやっているところです。こういうもしばなカフェというのもやっていますね。で、えー、昨年は、えー、昨年じゃない、今年か。 今年、昨年度は、昨年度でいいですね、こんな感じで VR の食事介助というものを練馬氷川医学科病院の先生に来ていただいて、えー、やりました。で、もう一つ大きな、うん、行事というか、ラントモネリマというのがあります。ラントモというのは認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを目指して、みんながランをして、ジョギングをしてつな、えー、がろうというもの。 で、例えば、これ、自運動病院さんという、関町の病院からスタートしているところですね。えーまあ、これが関町の徳洋さん。で、これがミニケアホーム、君さん私の事業所ですね。で、これが NPO、エプノンさんというところで、こういう集いのところで、こう、写真を撮っていますね。で、これが、えー、井口さんという和菓子屋さんです。和菓子屋さんも参加してくださって、こういうふうに写真撮っています。 で、これも薬局ですね。コリス薬局さんでこう写真を撮って、岡田医院さん、えー、岡田クリニック岡田医院さんですね。で、これが石神の庭っていう介護施設。で、これが共同交流センターですね。えー、見慣れた顔も映ってると思いますけれども。<laughs> はい。で、これが、えー、まあ、愛の家というグループホームですね。で、えー、キングスガーデンという、あの、 練馬キングスガーデンっいう練馬の丘キングスガーデンかっていうところで写真を撮っています。で、最終的には光がここでこんなにゴールしていますね。さあ、ここからがね。あのー、これからの話になります。実はラントもが中心になりました。今年は、えー、コロナの影響でまあ、準備ができないということで、ラントンが中止になってその代わりといってはなんですが、丹野智文さんっていう方がいらっしゃいます。 若年性認知症を持ちの、えー、私の同じだかが45歳ぐらいですかねで、えー、今度7月22日に丹野,丹野さんを招いてここねリフォードでこう講演会をするということになっています、えー、丹野さんは若年性認知症を持ちながらも、まあ、トヨタのトップセールス,スマンだったということで、まあ、こういうふうに、えー、自分が若年性認知症にかかってどう感じた方が何を持っているのかというのをこう伝えてくださると思います でえー、コロナを超えてやり,たいというやりたいことということは、愚、え、痴、ーまあ、りばこぼス、先ほどのコぼスオンラインでやってみたいかなと思っています。えー、あとは認知症カフェ、オンラインとのもやってみたいと思います、えー。オンラインの良さというのは、やっぱり時間と場所をあのこだ束縛されないということだと思うんですね、えー。認知症の方を介護するご家族というのは、やっぱりご本人を置いて、なかなか自分が外に出れないという。 なのでオンラインでやれば、まあ、そういった方も参加できる、えー、認知症カフェができるんじゃないかなと思っています。あとは、まあそうですねまあ、こうした居場所、あのもしばなカフェというものもオンラインをしてい,ていきたいと思いますし、まあ、居場所作りっていうものをキーとして居場所を作っている皆さんでこうサミットみたいなものをしてみたら面白いのかなと。まあ、ことにこう、まあ、居場所づくりっていうのはねこう、まあ やはりこのコロナ騒動でかなりダメージを受けているのでどんなふうな体験をしたかというのをサミットしていただきたいかなとあとは、まあ、先ほど言いました時間と場所に束縛されないというのはご本人認知症をお持ちのご本人がとても参加しやすいということですので、まあ、認知症のご本人を交えたこういったオンラインのセミナーなんかもやれたら面白いのかなと思っておりますでまあそうですね、まあ、こんなふうに思っています で認知症の人を支えるために人,が人々がつながっていくことが新しい未来を作っていくと信じていますというところですね。なので私は認知症という希望というものをキーワードにしてお互い様の会というもので地域づくりに励んでいるところです。でこんな感じで私の,あの話は終わ,り終わりたいんですが、まあ、どうでしたあの皆さんお伺いして。えー あー聞いていただいて何かどうでしょうあれなんか芝さんビデオが固まってるうん固まってるなぜか固まってる <laughs> いや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 なんかすごい広範囲でやられてますよねいえいえそうそう,う考えたら <laughs> そうあまり僕は芝さんのことを知らなかった。<laughs> ごめんね、今、声だけで参加ですけど固まっちゃってるんで。ねうん、いやいやいや、うん、なんかこうやってやっぱね普段こうやって話してても意外とこう<っ>きちんと活動内容なんかをこう聞くとあ<っ>そんなふうなことをやったんだとか、うん、知れていいですよねあ,ありがとうございます。 痩せてましたね。でも成長したんですよね、たぶんね。いろんな横幅が成長してますね。はいはい。どうぞ、他の皆さんも何かご質問があったら、画面は固まってますけど、聞こえてますんで、ちゃんと答えられます。チャットを拾ってみましょうか、ちょっとね。でもチャット、オンライン居場所、いいですね、本当に思います、それは。そうですよね、なんかオンンライって 多分本当福祉の活動にとってはすごい可能性があるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。そうでは思いますね、うん、なんか本当にこう歩いてそこに行けることが当たり前ではないっていうふうにちょっと気が付くと、うんうん、選択肢として本当に一つ提供ができるといいなっていうふうに思いますお。講演会行きたいで<ー>、ね、い,いですすととありがとうござま皆さんもこんなふうにチャットにどんどん書いていただけると僕らが適当に拾いますので。<laughs> はい、えっ、ー、と時間。場所に縛られなくなったのは大きな可能性です、はい。本当そうですね。うん,うんね。うん。今認知症のご本人をこうの声を聞いていって、それをこう施策につなげようとか、いろんな動きがあるんです。けれども、どうしてもね。ご本人がどまあ、その日ね。あの集まらなきゃいけないっていうなってしまうと、それを忘れてしまった。集められな集まれないんですよ。でも、うん、オンラインだったらこういう話する。あの。 あの約束してたでしょって画面を出せばいいだけなので、です,ね、すごく本人の声も拾いやすいのかなと思います。うんうんうんはいはい。ね、で反応ねうんよ<し>あのしはいしてもいいどうぞでもでもいいですかどうぞあどうぞ。あどうぞ このでは対策としてはこのコロナの対策としてはオンラインでなんかもうつながることをしていかなければいけないということはよく分かったんですがあの皆さん、こういう新しいツールに慣れている人ばかりではないですよね。うん、それはどうやって拾っていくんですか 私は答答ええまますすかそううですね例えばあの、よくニュースで出て言いましたねあの、面会ができない、今、入居型の施設では面会ができない人に対してどうアプローチするかで、例えばタブ,レットタブレットを使ってこう、ご家族との面会を叶えるっていうのがありましたけれども、まあ、ああいった形で誰か第三者が挟むことによって、意外となでるものなのかなと私は思っているので、まあうん、そういったものをすごく、 考えてますね例えばみんなで Zoom をやってみようみたいな感じで、まあ、先日もねあのボランティアでこう音楽をやってる人がうちの入居者さんに音楽を聴かせたい、まあ、他にもいらっしゃるんですけれどもねなので私がズームスマホで Zoom を出してこう皆さんの顔を映しながらこう音楽を聞いたりそれを感想を言ったりしているイベントをしたんですけれども、まあ、意外とそういって第三者が 入れば、割と慣れていくものなのかな、と私は思ってます。意外と皆さん上手なのでね、認知症のうちの高齢者さんも。ああ、なるほどね,ね。はいはい。ね、うん、まあ、確かにそういう、なんか疑問は、うん、疑問というか、そういう懸念っていうのは出てくるけど。うん、なんだろう、なんか前向きに捉え、捉えて、新しいことに挑戦できるといいですよね。うん、はい、うん。うですね。ねよし、じゃあ。 次行きましょうか。<laughs> あ、西西岡さんからこう<っ>お芝田ゲームをオンラインで行うのはどんな感じになるのですか。そうですね。こうまあ例えば、えー、まあ一度にこうカードを全体にお見せして、まあそこから自分の気になるものを拾っていって、まあ一人一人答えていただくとか、まあそういったような形でもなるのかなと。実はボードゲームをオンラインで。えー ボードゲームをオンラインでやろうという動きが結構今、広がっていてあのちょっとした工夫でそういうボードゲームができるのかなと思います、はい、あちょっといいですか、すみません、西岡と申します。はい、いいですか、その今、あの質問させていただいたんですけれど、私も実はちょっと認知症じゃないんですけど、就活の方でカードを使ったことをやってるんですよ。はいで だから今こういう状況だから私もオンラインを考えてはいるんですけどどういうイメージでやるのが一番いいのかなと思ってちょっと実は今、質問させていただいたんですけれどその辺、もしあの、実際にやったときにどんな感じだったかっていうのだけ教えていただきたいなと思いますので、えー、すす。みまません、よろししくお願いいたしますぜひ何かあったらどんどんどん。 あの話していきたいと思いますので。<laughs> はい、はい、そうですね。先生、はい、よろしくお願いします。お願いしますじゃあ。はい、すみません。はい、じゃあ。あいいですかね。あの。